週末映画情報シネマキング週末映画情報シネマキング第288回目スタートいたします。案内役は映画ネナビゲーター、そしてシネマクロスメディア C2 発行編集員、そしてシネマクロスメディアムービーステーションスーパーバイザーの川本明がお届けします。今回は10月1日金曜日、そして10月2日土曜日、合わせて10作品以上の新作映画を紹介していきます。まず最初に紹介するのは10月1日金曜日公開、待望の007シリーズ最新作、007 No Time To Die、 こちらの作品から紹介します。最初に紹介するのは007 No Time To Die。 この作品は前作から実に6年の時を経て、全世界待望の007シリーズの25作目が度重なる公開延期を乗り越え、ついに公開します。最後にして集大成となるダニエル・クレイグが演じるジェームズ・ボンドのパワフルでスタイリッシュな勇姿を目に焼き付けましょう。007 No Time To Die、10月1日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは守られなかった者たちへ。この作品はこのミステリーがすごい受賞作家中山七里の同名小説を、8年越しの花嫁奇跡の実話の主演佐藤健と瀬々高久監督のコンビ、そして阿部寛の共演で映画化したヒューマンミステリー大作です。共演に清原果耶、倍賞美津子、吉岡秀隆、林遣都が集結しております。守られなかった者たちへ、10月1日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはリクは弱くない。この作品は坂上忍が愛犬リクとのかけがえのない日々を絵本にして書き下ろし、野生爆弾のクッキーが挿絵を描いた絵本リクは弱くないをアニメーション映画化したものです。犬のご兄弟と暮らす5歳の少年とのかけがえのない日々を描いた感動の物語が展開します。リクは弱くない、10月1日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは資料館悪魔のせいなら無罪。この作品は全世界で大ヒットを記録したホラー映画資料館ユニバース第7作にして、実在の心霊研究家ウォーレン夫妻が調査した事件を映画化した第3作目となります。ウォーレン夫妻役にはシリーズを通して演じているパトリック・ウィルソンとベラ・ファーミガが務めております。資料館悪魔のせいなら無罪、10月1日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはリボック12。この作品はコロナ禍の影響を受けているクリエイター、制作スタッフ、俳優の継続的な創作活動を支援する映画制作プロジェクトで、藤井道人監督、上田慎一郎監督、三島由紀子監督ほか総勢12人の映画監督が12本の短編を制作したオムニバス映画です。リボック12、10月1日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのは黒ガラスゼロ。この作品は 2.5 次元ミュージカルを中心に活躍する崎山翼が主演するアクション映画シリーズの第4弾です。本作では歌舞伎町の裏側を舞台に、怪傑や黒ガラスができる前の時代と黒ガラスの成り立ちを描き、神崎黒人の今まで語られなかった過去のエピソードが明かされてきます。黒ガラスゼロ、10月1日金曜日よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのはクリスマスウォーズ。この作品は名優メル・ギブソンが主人公の武闘派サンタクロースクリスを演じ、サンタクロースがクリスマスを守り抜くために彼の命を狙う暗殺者と米国陸軍と三つどもえの激しいバトルを繰り広げるアクション映画です。クリスマスウォーズ、10月1日金曜日よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのはウィーン国立歌劇場2020 in シネマトスカ。この作品はイタリアミラノのスカラ座、アメリカニューヨークのメトロポリタン歌劇場と並ぶ世界三大歌劇場の一つであるオーストリアのウィーン国立歌劇場で2020年12月に上演されたチーニの大傑作オペラトスカを
映画館のスクリーンで上映するものです。ウィーン国立歌劇場2020 in シネマトスカ、10月1日金曜日よりミッドランドスクエアシネマ他で公開です。続いて紹介するのはスピッツジャンボリーツアー2021ニューミッケザムービー。この作品はデビュー30周年を迎えたスピッツが2021年6月からスタートしたアリーナツアースピッツジャンボリーツアー2021ニューミッケの中から6月19日に行われた横浜ピアアリーナ MM での公演を収録した映像作品を劇場公開するものです。スピッツジャンボリーツアー2021ニューミッケザムービー、10月1日金曜日よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのはトーベ。この作品はフィンランドの作家トーベ・ヤンソンが生み出したムーミン、世界中で愛され続けている人気のキャラクターを彼女がどのようにしてムーミンを執筆し愛嬌のあるキャラクターたちを生み出していったのか、彼女の人生と創作の秘密を紐解いていきます。トーベ、10月1日金曜日よりミッドランドスクエアシネマにて公開です。続いて紹介するのは僕と彼女とラリーと。この作品は豊田市恵那市を舞台にラリーを通して若者の再生と夢にチャレンジする人々を描いていきます。主演に森崎ウィン、ヒロインを深川舞という若手実力派が共演しております。一部先行公開を経て10月1日金曜よりいよいよ本公開となります。僕と彼女とラリーと10月1日金曜日よりイオンシネマ名古屋茶屋他で公開です。続いて紹介するのは光を追いかけて。この作品は日本を代表する米どころ秋田県南秋田郡井川町とその周辺部を舞台にミステリーサークルが人々を導き成長させていく青春物語です。未来の日本映画界を担う新星中川翼が主演、映画初出演の長澤いつきがヒロインを務めています。光を追いかけて10月1日金曜日よりセンチュリーシネマにて公開です。続いて紹介するのは一人になる医師小笠原昇とハンセン病強制隔離政策。この作品はハンセン病の治療に生涯を捧げ時代に先駆けて患者の強制隔離政策に異を唱えた京都大の医師小笠原昇、人間回復への戦いを続けた小笠原昇医師を追うドキュメンタリー映画です。一人になる医師小笠原昇とハンセン病強制隔離政策、10月1日金曜日より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのはコレクティブ国家の嘘。この作品はルーマニアを震撼させた命よりも利益や効率が優先された果てに起こった国家を揺るがす巨大医療汚職事件の闇とそれと対峙する市民やジャーナリストたちを追ったドキュメンタリー映画です。コレクティブ国家の嘘、10月2日土曜より伏見ミリオン座にて公開です。続いて紹介するのはアッシュアッシュアッシュホウシャオシェンデジタルリマスター版。この作品は台湾ニューシネマの旗手として知られるホウシャオシェン監督をフランスのオリビエ・アサイアス監督が追った伝説のドキュメンタリー映画アッシュアッシュアッシュホウシャオシェンのデジタルリマスター版です。アッシュアッシュアッシュホウシャオシェンデジタルリマスター版、10月2日土曜よりシネマスコーレにて公開です。続いて紹介するのは春。この作品は3年間祖父と2人暮らしをし美術大学を卒業、現在 CM などのディレクターとして活躍する大森あゆみ監督自身の経験をもとに祖父を介護する美大生の心情を繊細に描いた秀作です。りっちゃんけんちゃんの夏と併映して上映します。春、10月2日土曜より名将劇場にてりっちゃんけんちゃんの夏と併映上映です。はい、いかがでしたでしょうか。今回もいろんな作品を紹介してきました。10月1日ミッドランドスクエアシネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港でムービーステーション10月号が配布されます。皆さん劇場でぜひ手に取ってください。今回もいろんな作品を紹介してきました。ムービーアットシアター映画は大きなスクリーン、そして大音響で見るために制作者サイドが作っております。コロナ、新型コロナ感染症、まだまだ予断を許しませんが、皆さん
各々が気をつけて手洗いうがい、そしてマスクをつけて映画を楽しんでみてください。それではさようなら。